メリベーゼメリベーゼはドイツの女性パイロットである。ドイツで最初に飛行免許を取った女性である。ドレスデン近くのロービガストで生まれた。1906年に版画家になることを目指して、当時ドイツの美術学校は女性の入学を認めていなかったので、スウェーデン、ストックホルムのスウェーデン王立美術院に学んだ。ストックホルムではヨットやスキーを楽しんだ。1909年に ドレスデンに戻ると、数学や造船工学、航空工学を学び、パイロットになりたいと思うようになった。1910年11月、ベルリンの最初の飛行場である、ヨハニスタール飛行場を訪れ、飛行を教えてくれる教師を探し、12月にロバート、ズレンズから飛行を学ぶが、ベーゼは墜落し、多くの足の骨を骨折するなどの重傷を負った。 1911年に規則が厳しくなり、飛行免許を得るのにより、長い訓練が必要となるが、1911年5月に、フォン・モスナーから訓練を受け飛行に習熟し、7月からエアショーの人気を高めるため女性パイロットの極技飛行を行うことを考えた、ヨハニス・タール飛行場の監督のゲオルク・フォン・チューリから、単独飛行を許可され、1911年9月13日、 ドイツの最初の女性パイロットとなった。1912年に母親から資金援助を受けてヨハニスタールに飛行学校を開いた。飛行学校の初期の生徒のフランス人、シャルル・ブータルと水蒸気の製作を計画し、ベーゼはブータルと1913年に結婚し、フランス国籍を得たが、そのために第一次世界大戦中は飛行場で働くことができなくなり、 しばしば逮捕され望ましくない外国人として起訴された。ブタールは外国人として収容され、戦争中はウィットストックに移された。第一次世界大戦後は抑留中に没収された。資産をめぐる裁判に時間を費やした。自らの飛行のドキュメント映画の制作を計画した。1925年にブタールと離婚した。1925年に 航空免許の更新のための飛行で事故を起こした。1925年12月、ベルリンの自室で自殺した。ありがとうございます。